香り沖縄。こんにちは、ゴリだよ。来ちゃった、宜野湾市。見えてますもん、タコス専門店メキシコ。ずっと紹介したかったここ。ここのタコスを食べて僕は衝撃を受けました。沖縄はタコス屋さんいっぱいあります。もう中にキャベツのみじん切り、ひき肉、辛いチリソース、食べたらパリパリパリ、美味しい。でもここ皮ソフト、柔らかいやつなの。え、タコスあのパリパリが美味しくないと思うでしょ。ノン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 、ここの食べたらやめられないよ。昼間とか行列です。で、夕方の6時に閉まるので、あともうちょいで閉まるからまだ並んでないけど、普段いっぱいで、沖縄の人だけでも大人気だったけど、最近観光客にバレてしまった。美味しいの中で食べたいんですけれども、お客さんいるので今日ちょっとここで食べます。皆さんにここのね、ちょっとタコスの美味しさを紹介したいです。行きましょう。飲み物はペプシコーラでお願いします。ここも昼間とか混みすぎててエグくないですか？はい、ありがとうございます。あの外のベンチで食べても大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。お待たせしました。コーラです。嬉しい。見てこれ、めっちゃうまいよこれ。柔らかいのよこの皮が。これめっちゃうまいからね。このチリソースをかけさせてもらいます。嬉しいぜ。柔らかい。ちょっとちっちゃめでしょ。食べやすいのよこれ。よくあるタコスは硬いから食べるとパリって折れて中からボロボロって落ちたりする。これ柔らかいから落ちない。いただきます。もっちもち。皮ひき肉の肉肉しい感じもいいし、このねキャベツのシャキシャキ、トマトのフレッシュさ、そしてチーズがしっかり濃厚に残る口の中に。でその後にこのチリソースのスパイシーさが舌に小さな槍を刺してくる。刺激をくれる。最高。国境を越える。今ここメキシコ、国境越えだわこれ。ここの差し入れを持っていくとすごい喜ばれる。映画の撮影現場だとか舞台の撮影現場とかでこの4個入りの弁当を100個差し入れとか、でスタッフルームにバーって並べてたら、もう技術さんとかがうわ嬉しいって持っていくとかっていうのがよくある。だそこ作ると大変だよね。ただした行列なのに差し入れ50とかって言われたらもうやってらんないと思うよ。まあ本当紹介したかった。ここ沖縄はタコスのレベル高いと思う。だって美味しいタコス屋さんいっぱいあるもん。でみんなそれぞれ自分のお気に入りのタコス屋さんと持ってメキシコは一番じゃないっていう人もいるの。でもメキシコが一番だっていう人が一番多いと思う。もうねアミーゴになりたい。このタコスと今後もアミーゴになりたい。ここのタコスうまいんだよ。行列には訳がある。あ、ちなみに今ちょっと下見ちゃったからさ、ちょっとだけ余談、自分でボタン塗ってまたサスペンダーにしてみた。どう？夜な夜な自分でボタン塗ってこれサスペンダーにした。そんな話どうでもいい。 OK。 パリパリのタコス屋さんが多い中でよくこのソフトの方で勝負したよねメキシコさんも。うん、チーズ美味しい。うん、うまい。クワッチーサビタン。まあ沖縄来たらステーキ食べたいだとか沖縄料理食べたいっていうのは分かりますけれども、それ一通り食べたらこういうタコスも一回寄り道してみてください。絶対損しません。ここは土日もやってますし、今日は月曜日ですけれども月曜もやってます。ただ逆に火水休みなんです。だからその曜日だけはちゃんとチェックしてから来てください。今の4個入りで600円です。5個入りとかもあります。多分ね、男の人だったらね、4つで足りない。女性はちょうどいいかも。ああ、満足だ。これ紹介できて。もう酒飲みたいな。飲みに行こっか。飲みに行くので、勝手に閉めます。アンシェイヤ。ハイサイ。
ゴリケン陽光です。明日使える沖縄弁講座、やった音をハーモアに、やった音をハーモアに。お前の親父って歯がないよな。お前の親父って歯がないよな。